外してやれ。 数が多すぎる。勝負にならねえ。ここまでか。お主ら馬に乗れ。櫓まで引け。そこで迎える。陣、先駆けろ。下がれ。一度引く。探しよう。俺たちの仲間だ。猛虎に追われてるんだ。助けるぞ。 猛虎の遠兵。十分に遮った。守りまで引く。せき止めろ。 Yeah.
し戻す。戦え。敵を倒せ。息を守れ。息を守れ。お前は死ぬのが主情のためだ。ジン、お前は死ぬのが主情のためだ。覚えがあるぞ、父上の仇。幻だろ、大鷹の毒だ。もう一度唱えてみろ。その首切り落とす。やれよ。この土は人の血を好む父上様が吸わせたからな。救おうとなされたのだ。父上のことなぜ黙っておった。俺をたばかったな。騙してたわけじゃない。酒井忠は敵だったが、あんたとは、なぜかようなポンプな父を害した。知らねえよ。だ、酒井は何十も切ってぶっ倒れた。足を折ったんだろうな。俺はとどめを刺しただけだ。俺、さっさと殺せ。いや、まだだ。父上を戦場谷に誘い入れたのだったな。同じ手を大鷹に使う。俺たちだけじゃ無理だ。深と話せ。谷で落ち合うぞ。あんたの素性を隠しきれないな。あ、分かってんのか。構わん、すべて明かせ。俺の名も息のため戦うことも、父上とは違うことも。さなくは己を斬っていた。来るとは驚いたもん。それはこちらも同じ。フカ、俺の正体を天蔵から聞いたな。そうだね、酒井。戦のただ中じゃなかったら、あんたらにハエがたかってたはずだ。睨み合ったままでは命を落とすだけ。まず大鷹を切る。落着はその後。いいぞ。あんたの策を聞かせてくれ。いかにして海賊が猛虎の勢を倒すってんだ。お主らが武士勢を任した手立て、戦場谷に誘い込み、父上を殺し退却を強いただろう。この策を猛虎に打つ。どうやって誘い出す。狙いは俺だ。そそのかせば谷まで追ってくるはず。そこで不意打ちを仕掛ければ残らず殺せる。悪くないかもね。まずは大鷹を探す。今もどこかで毒をまいておるはずだ。石膏が回ってる。見つかるさ。その後は俺に任せよ。
俺も加えてくれ。やがては隠れ家が見つかって燃やされちまう。この木を逃すわけにはいかねえ。あいつが罠にかかるか見届けたい。決まりだ。天蔵は石膏を頼む。私は谷へ。俺は支度を済ませる。大鷹狩りは一度きりだ。抜かるな。ジン、大鷹族を見つけた。負荷の手はずは？仲間を谷に集めた。あとは誘い込むだけだ。石膏のところへ。大鷹族を見張ってる。俺があやつをおびき出す。あんたが狙いだと聞いたが、毒当たりの侍にどんなようだ？俺を樹脂に変えたいらしい。は？境砦の猛虎兵からそう聞かされた。毒を飲まされたんだろ？霊薬とやらは飲めば毒になるが、樹脂になるための儀礼だそうだ。まだ幻は見えるか？ああ、ひどくなる一方。いずれ来る死ぬ定めとも聞いたのではない。天蔵、こっちだ。奴ら侍を求めて島中を探し回ったら。大鷹もいるか？あいつは勢を止めて、それから鷹を飛ばしてた。見つかってないぜ。見渡してみるぞ。目印は兜。難しくはない。いたぞ、大鷹だ。どこだ？いないぞ。よく見ろ。見られた。逃げろ。ようやく見つけた、酒井陣。八方を探し回ったぞ。目を覚ませ。我が花向けを受け入れ、樹脂となるがよい。あれは毒だ。我を拒むがこの地で果てる父のように。お前どこだ？天蔵、大鷹が逃げた。探せ。あいつは元からいない。なら、どこだ？どこにおるのかのう。静まれ。この島のいずこが心を引く。再び相対すべきところはどこ？もしや。戦場谷だ。父上が殺されたところ。負荷が危ういぞ。大鷹を侮っていた。あんた、まさか樹脂になってないよな。俺たちを裏切ってないよな。疑うな。砦で毒を飲まされた時、あやつが別人に見えた。その時明かしたかつてのお前らの策を。谷でのこと知られてたのかよ。
俺らが味方して何か企んでると気づかれたんだ。出し抜かれたが、まだ負け戦ではない。奴ら次から次へと部下が殺される。見ているのだろう。出てこい。あいつら不意に現れた。何があった？それは後だ。大鷹を見たか？大勢を率いて手下を殺しやがった。隠れ家に引き返そう。この気を棒に振らんぞ。この地で大鷹を倒す。これだから強情な男は。行くぞ。聞きな、大鷹狩りを続ける。谷を進め。手遅れだ。戦は終わったも同じ。誤ったか。父も嘆いておろうぞ。祖君がまたしても誤ったのだ。心を失っておる。この戦も幻やもしれぬぞ。ジン、しっかりしろ。平気だ。今はお忘れたか。骨が砕け血が流れる様を見ておったであろう。幼かった侍がそれを言うか。ゆえに求めに耳を塞ぎじっと隠れておったんだな。ジン、生きてるか。ああ、構うな。よくやった。
大鷹を追い詰める。体はどうだ。声が聞こえるだけでなく今は姿も見える。この場所が悪くさせてんだろうな。いよいよ疲れたのではないか。来い安らぎをやろう。黙れ、切り殺してやる。ジン、正気に戻れ。己が恐怖する。それは谷中に響いた断末魔の叫び。その苦しみ払ってやる。地獄に落とすぞ。あんたの勘には二度と頼らない。一人で行け。あたしらは別の道だ。俺はジンと行く。助けてやりたい。二人とも死ぬな。続け、猛虎を叩け。その傷がうずく地へと入れよ。癒してやるぞ。沈まれ。ジン、お前は戻れ。今さらだ。この場所は父上が死んだ地。霊薬がこの地へ誘った何故であろう。己を下すためだ。いな、癒すためだ。幾とせも見やらずにいた生傷が霊薬によって晒されたのだ。誰が望んだ。あれは毒に過ぎん。常闇に囚われてはならぬ。蒼天の国へと魂を飛び立たせるがよい。守るべき民を見下げるなど少子。父をほふった民でさえも。ああ、差異はない。過ちだ。天蔵は他を、俺は大鷹を撃つ。魂を掌握した相手といかにして戦える。思い上がるでない。己もこの地で惨めに死ね。
が先祖の裁きを受けるがよい。父上。神。手を貸さんか。死ぬべきであった戦人として面目ござらぬ。わしに家にだ。堺の家名は汚された。生きの者は我らを鬼だと。時としてなさねばならんのだ。鬼となっても痛ましかったな。いずれもされど大事なこと。それは戦場での話。親子は大事ではないと。あれが死んでから息子をどうすればよいのか途方に暮れた。ゆえに武士として育てた。もうよいか。やれ、やるべきことを。家名の恥をすすぐのだ。仇を切らんか、ふぬけ。切らぬ。俺は父上ではない。あなたは好きに生きた。あの死もあなたの咎。力が及ばない。かようなことは許されぬ。己が先祖の裁きを受けるであろう。必ずや。
死ぬのが衆生のためだ。好きにしろ。無事か？平気だ。お前はまだ聞こえるか？いや、すまなかった。もうよい。これで落着。他の奴にも知らせなきゃな。行け。後で向かう。待たせるなよ、ジン。闇に隠れ、手を伸ばしたる手手気味も。命の功の燃え尽くるかな。Thank you.